はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカルピアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのはこちらバルナックライカの板金タイプですね。板金タイプでもこちら 3A になります。1000分の1がある 3A、 G3 とはね、ここの1000分の1があるかないかくらいしか見分け方が分かりませんが、こちら1000分の1がある 3A となっております。はい、 3A の中でもこちらのビューファインダーのファインダーの窓枠が四角い、四角窓、後期タイプのものになっております。はい、でこちらボディキャップ付属しております。はい、まずは外観から見ていきましょう。張り革なんですが、これは当店で張り替えておりますので特に問題ないです。とても非常に綺麗に張れております。はい、こんな感じですね。はい、あとは外観なんですが、まあね、ところどころ各部品類にちょっとメッキの剥がれがありますね。まあ、年相応って言えば年相応だと思いますね。もう何十年も経ってますからね、もうこれは。あとはちょっとね、このウエツラーのところにちょっとへこみがねあるんですよ。この辺もね、軍艦部コルカリッとやってるんでね、こんな感じですかね。そういった大きなごっちみたいな感じはなさそうですね。この他は問題なさそうです。はい、底蓋は、底蓋は特に問題なさそうですね。特にメッキの剥がれは、あ、メッキの剥がれ、ね、あ、綺麗ですね、これは。底蓋は、あら、すごいですね、これは。はい、はい、こんな感じですね。まあ全体的にそんな悪くはないですね。はい、でこれは、当店でオーバーホール済みです。巻き上げもね、非常にスムーズです。これオーバーホールするとしないとでね、やっぱ巻き上げのね感じがやっぱり違うんですよ。グリスとかオイルが行き届いたしっとりした感じがとても非常に操作感が気持ちいいです。こればっかりちょっとね、言葉では表現しにくいんですけど、はい、で今巻き上げまして、巻き上げもね非常にスムーズで特に違和感等ないです。 Z ですね。あとこちらオーバーホールした時にシャッター幕交換してます。はい、Z バルブから見ていきましょう。はい、特に問題ありません。板金タイプはね、特にね Z とかね、次見る、スローの T とかがねなかなか効かないのが多いんですけど、その辺はねしっかり調整済みですのでご安心ください。はい、問題ありません。あとね、これは当店でねしっかり測定、専用の測定器で測定して調整済みです。で、あと実際にねフィルムを装填して試写をして特に問題ないのを確認しております。特にね古い機械、板金タイプとなるとシャッターのバウンドとかね、その辺はね測定でしただけでは分かりませんので、実際に撮影して測定、バウンドがないとかを確認しておりますのでご安心ください。はい、で実際にね試写をした後に巻き戻しもね、途中でねフィルムが引っかかって切れたりするとかいう時も時々ありますので、その辺もね問題ないのを確認しておりますのでご安心ください。各部も非常にスムーズですよ、この辺もね。はい、あと指導調整も非常にスムーズに動いてくれます。はい、あとビューファインダー、レンジファインダーともに非常に綺麗ですし、20像もはっきり見えております。はい、20像は、無限灯で縦像横像をずれなく調整しておりますので、非常にとても気持ちよくピント合わせができると思います。はい、あとスローダイヤルも非常にスムーズです。後期タイプになるこのカチカチというクリック感が非常にいいですね。前期タイプですね、このクリック感がないんですよ。ちょっと中身のコードちょっとだけ違っておりまして、はい、あとは中見ていきましょうか。はい、こんな感じですね。フィルムガイドありますね。スプール付属します。もちろんですけどね、スプールないと撮影できないですもんね。中もこんな感じで特に問題ないです。はい、はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。バルナックライカ 3A のご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。で、よろしくお願いします。